福岡のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらピアスが6点です。1点ずつご紹介します。持った感じも軽いピアスです。アップで撮影していきます。こちら15番、淡いピンクのお色がとっても可愛いピアス。こちら天然石はクラック水晶、そして人工石のチェリークォーツ、あとカットガラスビーズが使ってあります。みずみずしいピアスです。16番、ピンクジェードとそしてクラック水晶、透かしパーツも使ってあります。明るいピンクが可愛いです。17番、ホワイト系のピアスで清楚な感じです。主に素材はアクリル系のものを使って作られています。軽いです。18番、グリーンのお色が爽やかです。天然石はグリーンアベンチュリン、そしてクラック水晶、あとカットガラスも合わせてあってキラキラします。19番、レジンの作品です。中にお花が閉じ込めてあります。あとはアクリル系のビーズが使ってあります。レジンの部分はひっくり返ってもお花のモチーフです。20番、メタルパーツそして天然石のモスアゲートです。またピアスのフックは樹脂フックで樹脂のキャッチがついています。20番のピアス以外は金具タイプです。お色がゴールドカラー、シルバーカラーあります。またすべてのピアスは樹脂のキャッチがついています。作品の詳細ページを動画の中からリンクしていますので、ご覧になってみてください。